どうも、キモンさんです、黄金世代やっていきましょう。さあ、トレードを、ね、頻繁にやってるんですけども、さあ、トレードしないとな。誰がいるかな。まあ、うちからまずこいつ出してもいいかもなっていうところをまずそこから探っていくか。誰にしよう。投手もうね、まあ、2軍から主に行きますけど、辻田、絶対ないね。160キロ投げますからね、からね。そうね、160キロ投げるんだったら使ってあげたいよね。まあ、梶本とか行かせてもいいんだけどね。30歳、うん、いや、いいピッチャーなんだよね、本当に。非常にいいピッチャーなんだけども、なんかパッと対戦しないというかね。小坂ね、小坂もいいね、行かせてもね。小坂活躍しそうだな。小坂いいかもな。下山ね、18番下山。川又いいけどな。うん、折笠が まだ判明しないんだねすごいな。大塚行かせる大塚がどう活躍するかも見たいけどね。田辺も使ってあげたいな、せっかく FA してきたのにな。全く出番がないですね。厚みを変えるかい。中橋すごいな。中橋もすごい FA で来たんだよな、よく考えたら。来たっていうか、まあ取ったというかね。うん、平石くんね。平石もったいないね。平石出してあげようかな。平石出してあげるか。多分活躍すると思うんだ、平石。さあ、まあ、スワローズ去年1位っぽいんですけども、今年最下位っぽいんで、ちょっとあげるか、平石を。中継ぎが安定すればまあ勝てるようになるよ。うん、誰かいるかな。稲垣、なるほどね。今若手のピッチャーとちょっと2対1トレードでもいいなと思うな。こいつすごいな、草柳。こいつくんねえかなくれそうなんだよな。でもな、これを取って、草柳を取って、そうだな、2人あげるか。そしたらだからもうちょっともう申し訳ないっていうのがあるから、彦坂をあげよう。彦坂と平石をあげよう。これはなかなかの大型トレードな気がするな。潜在能力のみのトレードみたいな。うちにちょっと得があるのかもしれない、もしかすると。ただまあ多分活躍するから。はいはいはい、いいですね、やりまして。はい、じゃあそのまま行きましょう。さあ、成功するかな。お互いの年俸がどんなもんか分かんないけどね。森口のノリノリ、ああ、もう止まらんよ。森口がノリノリなんとかもう止まらんよ。宮脇のる感銘、はい、成立、ありがとうございます。さあ、折笠もなる感銘と。成立しちゃったね、成立しちゃいましたね。あら、中橋 4.96 打たれちゃったかな。中橋一回休ませるか。あ、いいか、休ませる必要なんかない、休ませる必要なんかないんだ。森口とかなんか覚えてくんねえかな。雑三振か、そうかそうか。中野なんかまだ特に覚えるでしょ。こんな伸びな、伸び、誰が今覚えてんだ。亀沢か、あ、いいじゃん、伸び取ったじゃん。玉持ちで、中野には伸びを与えよう。うんで、新しく来た、宮脇のる感銘、あ、いいね、いいね、いいね、いい能力だねポーカーフェイスうち多いんだよな、なぜか。なぜかポーカーフェイスのやつが多いうちには。超早熟、なるほど、いいでしょう、いいでしょう超早熟か、そそるね。さあ、草柳、これは何、覚醒か、海外留学か、海外留学か。しかしまだ活躍はしそうだな。ただし何をあげるかはまだ分からない。うん、で、あとは、まあ、でもあとはもう分からんな、分からんことばっかりな、やっぱり分からんことばっかりですよ。うん、ふんふん、よし、まあこんなもんか。さあ、
あれ何しようしたっけ。まあいいや、とりあえずまあ彦坂とかが活躍してくれればいいかな。お、相川2つ、スタミナ回、スタミナ回、スタミナ100回、スタミナ100になっちゃった。バケモンが出来上がった。はい、コントロールプラス1、中野いいね、コントロールプラス2、これでも9上がってんな、すげえな。中野が球界を代表する中継ぎピッチャーになりえってきたな。さあさあさあ、あとは特には何もないか、何もないですね。うん、田代とかな、もうちょい成長してほしいな。さあ、もうパンももう上限までいっちゃったな。パン上限までいっちゃったらもうあとやることないな。トレード依頼、トレード依頼が来ましたよ。香ばしいですね今年は一大トレードの時期だな。亀岡いいの、亀岡くれんの、亀新フィーバー起こんない、大丈夫、制球力のあるピッチャーうん、ペナルトも梶本なんだよな。ってなるとな、梶本ではあるんではあるんだけども、どうしようかな、誰へ行こうかな、杉本超早熟杉本行かせるか。ただもう外野そんないらねえんだよな、もう外野がそんなにもういらないんですよ、私たち。もうそんなに外野がいらない、森谷返すか森谷返すか、外野がいらないんだ。石川寸前罰、うん、いや、キャッチャーは使わない、使うんだな。いや、トレードさせるよりもなんかもう仕切った感じは正直あるないや、困ったね、お互いのチーム事情っていうのがあるからね、どうしてもね。はいはいはいと、そうそうそう、とりあえずまあ飛ばしてるか。いや、お互いのチーム事情はありけりだけどさ、まあまあまあ、マジック48強いな。おやさら、ノリノリじゃなくなった、ノリノリじゃなくなっても十分強いんだ。はい、いいでしょう。はい、入れてって入れて、インターナショナルベースボールカップ、さあ日本代表が選ばれますなうん、オリンピックの日本代表か。まあ森口は選ばれるとして、宮原とかも選ばれるだろうな。誰が選ばれないだろうな、逆にうちから。まあいいや、とりあえずオールスターまで行ってみるか。はい、前半戦終了しますよ。さあ前半戦の時点で、シャークスには特有のマジックがついています。草山1300試合達成、鉄人フィギュア、なんだかんだショートで1300試合も出てんだからな。なんかこの間見たな、日本球界でショートで、試合出場した中で誰が一番レンジファクター広かったかみたいな、まあ誰がっていうか、ずっとレンジファクターが落ちなかった人は誰かみたいな、そういうのがありましたね。うん、あった気がする、見たなそれ。やっぱり石井拓郎がすごかったな。さあ、オールスターファン投票、亀沢、お、亀沢か、森口、藤島、この3人なんだね。あれ、向こう先発あれ選ばれてないな、農場選ばれてないな、波上がって。さあ、中継ぎも高橋俊平、徳山、最後は白坂、やっぱ白坂か、やっぱ白坂か、白坂みたいな能力、森、あら、田島が2位ですな。はい、あら、意外とうち選ばれてないぞ。宮原サード、まあ、これ選ばれるな。草山、お、やったね草山。はい、大本、片瀬、フォークってのが1位だね。はいはい、森村も選ばれてる、風間ですな。はいはい、さあさあさあ、前半戦だけ見て、前半戦だけ見て決めるのもどうかと思うけど、ピッチャーみたいな、農場、ピッチャー強いな。中日 2.20、 6勝8敗2.20 で6勝8敗なんだな、かわいそうだな。絶対もっと勝てるぜ。まずでも 1.68 で9勝6敗してんだな。まあ、まだ前半戦だからか。はいはい、んで一応あいついるかな、いねえな、赤嶺15、あー負けてんな、まあいいや。はい、んで、あとは阪神か、下川が出てればいいんだけどもって感じだな。
できるかな下川先日移籍した下川、下川出てないですね、残念です。ピッチャーは、ピッチャーは出てるでしょう。西矢は来た、2勝2敗、 4.09、 まあ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 こんなもんよ、まあ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 じゃない、まあ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 奪三振も少ねえなまあ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 許してあげて、こんなもんだから。オッケーオッケー、はい。で、あとはベイスターズに行きましたな、ベイスターズに行ったけど、宮村、お、いいね。試合数は圧倒的な少なさとはいえ、まあ12試合、9打席3安打で1本ホームラン打ってますな。うん、いいじゃないですか。いいと捉えるかどうかはちょっとまだわかんないか。で、あとは誰だっけ、ピッチャーか、藤間、5.22、 4勝6敗、まあまあ先発、まあまあ先発だしまあまあ先発だし無理かな。4勝6敗か、 5.22 っていう防御率だな、ちょっとな。ハイクオリティスタートは1回もしないんだね。うん、はいはい、まあ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 。で、白坂か、これは見るの大変だな大変ですよ、見るのが。 1.26、 バグってんなってこいつな。白坂バグってたんだな。 1.26、 26セーブ、すごいな、バグってたなあいつ。しかしうちの奥もなかなかよ、 2.01、 14セーブ、ちょっと26セーブすごいな白坂すごかったな。はいはい、まあオリンピックメンバーも多分選ばれてるだろうから見るか。オリンピック自体は見ないけど、オリンピックずっと前から見ないんだよな、なかなか。はい、金村、あ、金村いいんじゃん。森口、福島、亀沢、徳山、うん、白坂が選ばれてないね、意外や意外。はい、佐原、佐原、風間、草山、田島、あら、ファーストが2人、まあ、サードかな、もしかしたら風間は。ん、でも宮原も選ばれてんな、風間24番なんだね、背番号譲ったんだ。おすごい、ベイスターズが3人外野手選ばれてるすげえな。森村も1人、森村が1人か、なんだかよくわかんないけど頑張ってほしいな。まあ飛ばしていくか、そんな見るべき時じゃないもんな。このシーズンだけ異常にパート長いなやっぱトレードかな、多いからな。はいはい、どうだい、負けたな、あ、勝った、あ、風間が怪我したぞ、おいおい、あ、よかった、復帰した。なんだよ、風間怪我させられたと思ったよ、いや、びっくりした、国際大会で怪我させられたと思ったよ。何ジャパンだか分かんねえけど、抗議の電話するところでしたよ。しかしすごいな、相川6勝無敗、打率5割、2.0。 磯田去年から14連勝してんだな、無敗。中橋がまたスナップランチって、あららら、ってなると折笠行かせてもいいな、まあ、辰巳か朝倉だな、うん、朝倉行かせてみよう。中野がすごいね、徳山もすごいんだけどね、左の中の右の徳山みたいな。いやでもこれ徳山に任せたくなるな、スライダーお化けだもんなみたいな。うん、大久保、いや大久保もすごいんだけどね、 1.93、 なかなかの安定感やな。田島、あ、打率がまあ上がってこそいないけどもすごいな。しかしこれ両打ちでパワーヒッターだからな、対応しづらいよね。さあ井出もなんかその100点ってまで言えないけども、まあ活躍してはいるな。やばい、片瀬がもう限界だ怪我しちゃうんじゃないか、疲労度、これ怪我しないのかな、怪我しちゃう気がするけど、どうなんだろう、怪我すんのかな、このまま使ってたら。それもまた一挙絶対指導者として間違ってるな、それをまたよかろう、絶対
気だもんな。絶対こういう時生かしちゃいけないもんな、大人はな。大人はこういう時にね、生かしちゃいけないんですよ。お、丸山。あれ、俺こんなやつ取ったかこんなやつ取ったっけ、俺。右投げ両打ち。あれ、なんか強いぞ。なんだこいつ、こんなやついたのか。なんやこいつは、なんやこいつはこんなやつ取ったんか。なんやこいつは、え、強っ。なんやこいつは、なんやこいつは、なんやこいつはしか言えんな。なんやこいつは、なんや今の、なんやあいつは、あいつなんなんやマジでわからんかった。あんなやつおったんや。こいつもチャンスだ。いや、今の初めて見たな。あんなやついたんだな、知らなかった。強いな。草山もすごいけどな。22盗塁2割8分6厘お、結構上がってきたね。13本。もうちょっと外せないね、内野の要だね、完全に。栗林も2軍では大きな成長を見込めないらしいです。じゃあ1軍に出してあげないとな。みんなキャッチャーのことは考えてる。みんなキャッチャーアップしようと考えてる。佐原だけ怪我してエースにしようとしてる。完全なエースにしたいんだ。さあ、徳山なんか覚えないかな。来た。逃げ球クイックをね、もう一段かけたけど、リリース。うん、はいはい、 OK ですか。いや、片瀬どうしようかな。まだ8月なんだよな。ここから怪我する可能性は十二分にあり得るな。怪我しないでほしいなやっぱゴールデングラブ賞取ったら外すっていう気持ちで。で、金村帰ってこねえかな。あいつメジャーに何年間いるんだ。7000打数達成。あいつメジャーに何年間いるんだろうな。片瀬をあれかな、センターラインで使ってるから疲労がひどいかな。まあ、それも多少あるか。ちょっと思い切ってライト、うん、ライトにしてみよう。はいはい、うん、ちょっと森村をセンターにしてみようかな。森村の偏差値消したいね。消えないかな。幅引っただけつこうとしてるね消えないかな。消えてほしいな。消えてほしいなっていう発言もどうかと思うけどな。さあ、片瀬は怪我しないでくれよ。草山通算5000打数。意外と言ってるな。そう、意外と言ってんだよな。うん、クライマックスシリーズ決定。さあ、3ゲーム。さあ、宮原1週間の怪我。さあ、パ・リーグ優勝しました。うん。あ、もう負けないな。強すぎるな。7000打数強すぎるな。ちょっとな、もう信じらんねえな。米倉スランプ脱出。圧勝だもんな。27ゲーム差ついてるもんな。近年まれに見る驚異のチーム事情だな。 V3 の時のカープぐらい強いもんな。それより強いか。さあ、シーズン終了志向。この時にね、本当はここ見ないと能力なんか減りましたみたいなのが分かんないんだけど、まあまあ、それはご愛嬌ということで。さあ、日本シリーズ取れるかな。なんだかんだ中日が3位か。おっと、おーしよし、どうにか3連勝バファローズに負けるとこだった。えいしょー、田島怪我した。よいしょー、3勝。さあ、日本シリーズ第5戦まで来ました。そうだね。いやー、すごいな。相川9勝5敗。9勝5敗なんだね。9勝3敗。なんか2桁いかないね。あ、いった。20勝。20勝3敗。森口万世、すごいな。万世なんだよな、この2人な。右と左の両 A するからな。右と左の両 A するから、マジでこれすごいな。さあ、森村2割8分1厘。パワーヒッターかついたね。14本。これ消えねえかな。大丈夫かな。消えてねえか。大丈夫か。片瀬も疲労度マックスなのに3割達成と。
なんか減ってんな、能力。なんだろう、何が消えてる、ちょっと思い出せないな。まあいいや。風間、うん、3割3分8厘、28歳なんだよな、まだな、実は。おっと、気持ち悪いよ、これは。気持ち悪い能力ですね。2割8分より28本、99打点。気持ち悪いですよ。大元、あら、大元もなんか思ったより、まあ、下がってきているって感じかな。はい。おー、いいね。15本、27盗塁。完璧じゃん、草山。あ、いでも、まあまあ、まあまあまあ。おっと。まあ、これでよう行こうとしたな。ひどいな。スランプ、大スランプだな。リバイスが上がってる。なんかいろいろ変わってんな。まあいいや。誰見ようかな。そうだな。始まるか見てみたいな。両打席でホームラン見てみたいもんな。セギノールみたいな。タジノール？タジノールさん見てみたいな。タジノールは打つかな、ホームラン。果たして今日日本一が決まるのでしょうか。決まるんでしょうか。石川対読売ジャイアンツ、しかし本拠地で決めたい。日本シリーズ第5戦の模様をお送りいたします。はい、お送りしております。石川の先発は左の相川、対するジャイアンツの先発は左の高橋、この両投手の先発が発表されています。草の色、さあ間もなくプレイボールです。カウントがすごいね。3割30本。おっ、先制点取られたよ。さあ取り返した。ちょっと待って、出番プレイじゃないの。あ、誰も注目しなかった。誰にも注目しなかった。空見れねえか。あれ、俺誰見るっつったっけ。俺誰見るっつった、言ってない、そんなこと。何も言ってないか。あ、いや、田島だよな。あれ、田島いなくなってない、退場してない、何があった、え、あれ死んだ。死んだ、何、同点で迎える7回。さあ同点で迎える。ワンアウトランナー一塁という場面で走り屋草山。ここ今日はレフトフライと。ここよ草山。対左 B 広告打法。第2球。お前に強さ見せてやれ。オッケー。そういうこと。広告打法強。ツーランホームラン。おい、ツーラン。右中間スタンドに刺さった。スライダーを完璧に捉えました。ましたよ、外角高めのスライダーが見事にライトスタンドへホームラン。今チームメイトが迎えます。さあご機嫌です。ハイタッチ、リプレイで勝ち越しのシーンをご覧いただいています。これを、うわすごいな、パワーが強いな、これ。単純にパワーが強い。よし、オッケー。ちょっとここはもう最後大久保みたいな、ちょっと大久保を見てみたい。ジャイアンツ何としても得点を挙げたい球ワンアウト、ワンアウトランナー一塁という場面で岸田。さあ行け、岡本がランナーにいるけども初球見送って54キロ。さあ行け大久保、インローで156キロ。軽く追い込んでまいりました。カットボールか、投げた、ストレート、ライナーバリましたが抜けました。引っ張って抜けちゃいました。さあ日本シリーズまだ分かりません。さあ梅田壮一7番キャッチャーを迎えております。さあまずカットボール、おっと、これはいい当たりだ、これがいい当たりになりました、入りました。大久保が被弾、なんとシーズン中抜群の安定感を見せていた大久保が被弾しました。釣り線なしのホームランです。チームメイトが迎えます。さあ1点をリードされてしまった大久保、ど真ん中にカットボールが入ってしまいました。さあ無情にもジャイアンツファンの待つレフトスタンドへの大きなホームラン。悪夢が起こってしまいました。石川何としても得点を挙げたい9回です。ノーアウトランナー1塁という場面、ノーアウトあふれる長距離砲オーロー、このヒックス、メガネのサワンとしていう情報しか入ってません。投げた、こちらからヒックスの情報はメガネのサワンです。一塁牽制球を送ります。ノースカロライナ州出身のメガネサワン、ヒックスが出る。さあバットが出たの横松、盗塁できるか、盗塁できず、横松の足も虚しく盗塁できず。ご覧いただきたいと思います。さあシーズン中抜群の足の安定感を見せた横松さえも盗塁できず。さあ大本はこれを受けて、さあでかい、でかい当たりだが、これは入るか、入るか、入らないか、入るか、入らない、しかしフェンスに当たった。さあワンアウト二塁です。さあ横松がランナーとしていたらおそらくホームインできていたでしょう。リプレイをご覧ください。さあレフトスタンド、まあ左中間を破りそうな打球でしたけども、
フェンスへ直撃、そして、見事な処理でした。さあここで先ほど一時は勝ち越しホームランを出していた草山が打席にあります。さあ草山は左ピッチャーが大好きです。さあ打ってくれ草山、おっとチェンジアップに合っていない。さあメガネのサマンヒックスを攻略できるんでしょうか。1球外した。なかなか多彩な変化球を使ってきます。第4球を投げました。おっと当たりましたがフェアです、フェアです、入りました。さあツーアウト三塁。さあここで井出なのか。井出はチャンスに弱すぎる。ここで最も使うべきバッターは誰か。そう誰なんだ誰だ。ルーキーを使うべきか、ルーキーか犬塚か。しかし対左ピッチャーに犬塚は強い。ここださあチャンスが広がって犬塚、ファンの期待に応えることができるか。ファンの期待に応えれるか。第9。さあ初球チェンジアップを見ました。落ち着いています、非常に難しいです。投げました、打った、さあ引っ張った、抜けない。さあこの辺りは無情にもファーストのグラブへ収まる。プレーに阻まれました。さあゲームセットです。石川日本シリーズ第5戦を落としてしまい、さあしかし依然としてやっぱりシャークス大手をかけてはおります。いや梅田のホームラン、あの抜群の安定感、大久保が被弾するという悪夢。タイピンチ B、 謎のタイピンチ B です。指導していたからでしょうか多分おそらくそうでしょう。指導をしていたから、指導をしていたからタイピンチ B になったのでありましょう。よかったタイピンチ B になって。さあタイピンチ、こいつにも覚えさせよう。あ、いろいろあるじゃん、玉持ち。いやちょっとあまりにも無情だな、無情だったな。あんなことがあっていいのかと思っちゃうな、やっぱりな。どうしようかな。磯田タイピンチ B でもいいな。コントロールこんだけなくても 2.58 で抑えちゃうんだもんな。タイピンチ B でもいいな、しちゃうな。いやー無情だったな今のは。非常に無情な、非常に無情でしたね。あ、なんかいろいろ覚えてんな。出口とかもなんか覚えてくんねえかな。怪我しにくさ、怪我しにくさかな。慢性だもんな、怪我しにくいには越したことないもんな。うん、さあ、お、怪我しにくさ、来たね。もう止めらんないぜ。さああとは横松、遠いし、あの横松がな、あの横松が盗塁できないとはな。さあ栗林には何を覚えさせよう。走塁を消すか、走塁を消しますか。広角打法もいいけど走塁を消すをます。足 S で走塁は F がもったいなすぎる。うん、まあ、とりあえずこうかな。内野安打三振、三振削除、三振削除やっぱいいよね。めちゃくちゃいいと思うよ三振削除、一番いいと思うわ。さあなんか覚えるかい。粘り打ち、積極盗塁でもいいけどね。積極盗塁だね、やっぱこれだね。さあもう飛ばしていくか、どうせ勝つだろ。あいがきましたさあ6戦目の5戦目の悪夢が嘘みたいに勝ったな。4勝2敗、おめでとうございます。さあ、したら今年のシーズン成績を見て終わりますか。野手ランキング、お、風間修理出した、おめでとう。28歳、一時期はポジションも奪われてましたがどうにか修理出しておりましたね。さすがの安定感。最多安打は根本、片瀬最多二塁打、すごいな片瀬もな。ホームラン王はフォーク、31本でホームラン王か、なかなかの低さだな。打点王は守備うまファースト守備うまファースト大関、こういうやつがやっぱ一番いいよな。得点圏打率ねえと3割になるんだな、怖いバッターだぜ。盗塁はもう打ち無理か。うん、そうだね。悪才のが意外とやっぱすごいんだな悪才のな。うん、はい、お、風間対左すごいな、めっちゃ打つんだな。
はい。で、あら、サハラがあんまり盗塁を差し切れないんだね。傘は強いんだけどね。うん。最終防御率、藤島 1.92。最多勝は森口と。白坂30させば。あれ、思ったより伸びてないね。でも 1.06 か。すごいな、安定感。ホールドも、豊田、猛牛の火消し人。かっこいい。高橋純平も1位か。1.56 強。あ、でも、あと1個だったんだね。勘の。惜しかったね。うん。6完封、亀沢。すごいな。6完封。すごいね。奪三振。269。勝てるか、そんなもん。なんで奪三振ついてないんだ、これで。269奪三振取れるかい。すごいな。220奪三振取ってるのに、最多奪三振取れないっていう世界観。世界戦。すごいな。うん。はいはい。風間修理した。3年ぶり3回目。意外だね。まあでもそっか、3年ぶり3回目か。2年ぶり2回目。おいいね。白坂33。5年ぶり。さあ、他の選手を見てみたいな。あ、でもちょっとトイレしたいんで、もう終わりますか。ちょっと次のパートで行きましょう。よし、じゃあ今回はこの辺で終わります。それじゃあまた次回楽しみに。さよなら、さよなら、さよなら。